ここがもう気づけないんだったら未来が想像できない。今回は堂本剛と共に男女で価値観が分かれる行動について徹底討論。ゴミの分別をしない恋人、許せる許せない。ちょ来て、ゴミこれラベル剥がそうって、人として当たり前のことです。自分ができることをその瞬間に行えばちょっとはなんか世の中がいい方向に進むだろう。もう違う、どうもと字じゃないのここ。ありがたすぎる持論連発。さらに恋人が目の前でおなら、一体どうする。おならしないような雰囲気の人がしちゃった時はもう無言で、逆に重くない？堂本剛の重すぎるおなら対応とは？あざとくて何が悪いの？日曜深夜。